貴様に借りを作ったまま行かせるか。で、いつまでついてくるつもりだ。借りを返すまでと言っただろう。騎士団はほっといていいのかよ。それは借りを返してから考える。好きにしろ。ドルマか。里帰りなんて何年ぶりだ。ここに私の帰る場所はもうないがな。どこ行く。おめえもたまには顔くらい見せたらどうだ、親父さんによ。思ったより快適そうじゃねえか、親父。どうだ、あの世でも女をはべらせてるか。そういや、アモンに会ったよ。あんたのこと、お人よしで運なしの大バカだって言ってたっけな。俺も同感だ。義賊なんて気張っても、仲間に裏切られて殺されちゃ世話ねえな。あんたの選択は正しかったのか。まあ、俺も人のこと言えねえだな。あ、そっちは終わったのか。ああ。お前、俺の親父に謝っといた方がいいんじゃねえの。なぜだ。お前が追った探検、もともと親父のだ。いや、あれは申し訳ありませんでした。誰の墓に寄りかかってんだ。罰当たりなやつだね。ブンヤン。母親を名前で呼ぶんじゃないよ。何すんだよクソババ。うっさデカ頭、ちゃんと母ちゃんとお呼び。こそぎ狩るよその頭。さあさあカイザル君、いっぱい食べてね。ありがとうございます。おいデカ頭、あんたいつまでしけた面してんだ。そんな顔してんなら食べなくてもいいんだよ。うるせえなババア、誰も食わん。誰がババアだ。まだまだピチピチだっつーの。ミセスレオネは変わらずお美しいですね。嬉しいこと言ってくれるわねカイザル君。君もいい男に成長しておばさん嬉しいわ。いつまでも反抗期のバカ息子の代わりに私の子にならない。ちなみに私今独身だから旦那でもいいわよ。え、バーバー。へえ、まさかあんたたちがあの火の玉に絡んでたなんてね。未だこの町にもバハムートの被害は残っているんですね。まあね、でもここはまだマシな方だよ。町ごとなくなったところも少なくないからさ。で、そのバハームでなんかなくしたのかよあんた。別になんも。つうかバハムートだっつうの。じゃあなんでそんなにしょぼくれてんだい。別にしょぼくれてなんて。サバロ、お前しょぼくれていたのか。だからしょぼくれてねえっつってんだろ。たく情けない顔して。
もっと堂々と生きろって父ちゃんに言われなかったの？親父だ。父ちゃんはね、そんな顔一度だって見せなかったよ。立派になったのは髪型だけで。まだ父ちゃんにはかなわないか。親父の生き方が正解だってのか。義賊とか気張って肝心な時にヘマして、その上仲間に裏切られて死んじまった。堂々と生きただ。バカ言うなよ。落ちんだらそれでしまいだろうが。親父は間違えたんだよ、生き方を。父ちゃんはね、アモンの裏切りに気づいてたよ。あなたのお父さんもね、カイザル君。二人はアモンの背後に悪魔がいることも掴んでた。その上でこの町が危険にさらされないよう協力してあの仕事に挑んだの。命をかけて守ったんだよ、あんたたちや私のことをね。二人は自分たちの信念に従ったの。私はあの人たちの生き方が無駄だったなんて思わない。間違いだったなんて思わない。かっつって固い話は終わり。今夜はまだまだ飲むわよ。ほらほら、開けて開けて、グッとほら。いや、ミセス、でもね、私はもう本当に飲め飲め。行ってくるぜ、母ちゃん。どこへ行く？さあな、好きに旅を続けるだけさ、これまでと変わらずな。ミセス・レオーネに何も言わずに行くのか？どうやら俺は親父に比べるとまだまだらしいんでな。もう少しいろんなもんを見てから出直せよ。賞金稼ぎをしながらか？それが俺の生き方だ。生き方？お前はどうする？私は。騎士団に戻る。そうか。借りはまた別の機会に返す。相変わらず律儀な野郎だ。じゃあな。おお、そういえばちゃんと親父さんに挨拶してから行けよ。ああ、もう迷いはない。はい。